キャンベラはアメリカ海軍の巡洋艦、ボルチモア級0巡洋艦の3番艦。最初はピッツバーグと命名される予定だったが、1942年8月8日、9日の第1次ソロモン海戦で日本軍の攻撃により失われたオーストラリアの重巡洋艦キャンベラにちなんでキャンベラと命名された。キャンベラミサイル巡洋艦に改装され、 キャグマイナス -2 となった後の撮影キャンベラは、マサチューセッツ州クインシーのベッスレヘムスチール、フォアリバーゾー戦所で1941年9月3日、帰港。1943年4月19日浸水。10月14日竣工。1944年6月、キャンベラは第58任務部隊に所属して、マリアナ沖海戦に参加した。 10月13日第38任務部隊に所属して、台湾攻撃に参加中台湾沖航空船に、遭遇、日本軍の一式陸上攻撃機の来撃により、魚雷一本が命中して、航行不能となり、従順に洋艦を一谷に栄光されて交代。ボストン海軍交渉で修理された。1947年3月7日退役して、ワシントン州ブレマートンのピュージェット。 サウンド海軍交渉で補完艦となった。1952年、ボストン級ミサイル巡洋艦の2番艦となり、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で改装が開始された。1956年6月15日最終駅して、バージニア州ノーフォークを母校とした。百六十八年再び従洋艦に類別変更され九百七十年二月二日。 退役。1978年7月31日除籍。1980年7月31日スクラップとして売却され解体された。ありがとうございます。